どうもお疲れ様です。この顔にピンときたらなんとかかんとかって言いますけども、あの例の暗号通貨といえばこの人ってのが出てきましたね。まあある意味有名人で、なんか暗号通貨業界のヘズマ流というふうに最近はね言う人もいるみたいなんですけど、皆さんどのようにお感じでしょうか。いやー、ノアコインやられましたね。いや、あれほど鮮やかに決まった暗号通貨ってのはないんじゃないかなと思います。ノアコインを保有の方、今どうされてます？え、仮想通貨バンクどうされてます？え、そうですか。まあそれが全てですよね。で、今回証拠にもなくね、また泉さん出てきたみたいですよ。何をしに来たのか分かりませんけども、確実にお金がねまだある人からガサッと持っていこうとしてるんじゃないかなと思います。こっちからバッと出てくるってことはないと思いますからね。で、何かというとね、体のエーダーを当てたのは私ですみたいなこと言うと思うんですよ。違いますからね。体のエーダーを当てたのは私ですってそんなね、チャールズ・ホスキンソンさんが日本に来て自分自身でプロモーションしたわけですよ。泉さんそれにちょっと乗っかっただけでね、別に泉さんが何かしたわけじゃないんですよ。泉さんはたくさん暗号通貨を進めていて、その中で泉さんの力じゃないところで、カルダノっていうのはあくまでもカルダノっていうねプロジェクトが価格を押し上げただけであって、泉さんがどうこうっていうのはないですからね。で、逆に泉さんが紹介した暗号通貨とかそれらしい案件っていうのはどうなりました？とワールドベンチャーズどうなりました？リゾネットどうなりました？まあ何回やられてもまたね戻ってくると、しまいにはねお母さんまで出てきてね、なんかプレゼンしてましたね。まあもうこれ以上泉さんをね儲けさせる必要はないと思いますけども、でも泉さん儲かってないみたいですよ。どう思うよ、どうなってるんでしょうね。まあとにかく前だけを見つめてっていうことらしいんでね、まあ今後どうなるのか見ものです。泉さんでねまた業界が賑わうんじゃないですか。まあとりあえずこの人が出てくるってことは、しばらくは暗号通貨の波ってのは来るんじゃないかなと、そういう指標にはなるような気がしますけどもね。それでは取られないように頑張ってください。